前回は、ウォーミングアップ。もう、ピッピとかね。あと、ブーバーとか言った、ブーバーとか。もう、めっちゃ最高のイラストのカードをたくさんゲットして、体を温めてから、V スターショー、アルセウスショー。今日絶対出るよ。間違いね。今日もね、リザードも出すから。V のリザード。V の前回見た通り、ミュウの次はスターバースということで、アルセウスなんだよな。そう、V スター。アルセウス。で、V がリザードンなんだけど、もう出しといたら今日。リザードンと V スターのアルセウス。お、なんか、置いてるこれ。え、置いてる。なにこれ。嘘、待って。これだけつけか。全部開いてたりして。あ、これだけだ。なんで開いてんのこれ。中身見られてんのかな。まあ、怖いんだけど。これグミ食ったく、つか。食わん方がいいよね、これ、グミ。大丈夫かな？中身開けられてんだけど。めっちゃ怖い。グミ無傷？グミ。あ、別に大丈夫か。なんか毒とか入ってないかな？大丈夫かな？めっちゃ怖いね。中身見たけど、なんかさ、たまにさ、箱開けられてるやつあるよね、食玩土とかで。あれ、絶対中身見てるよな、誰か。あの箱のね、横っちょとかね、こういう、例えばさ、この箱あるとすんじゃん。こういうの。この横っちょとかめっちゃ開いてんの。ぐわーって結婚で。絶対なんか見てるよな。あれさ、絶対ダメだよ。逮捕だよな、普通に。っていうかさ、絶対見ちゃダメだけど、100歩譲って見たなら買えって話だよな。絶対ダメだよな、あんなことしたらな。箱ボロボロになってて。でもたまに あるの、ガチで。たまに。あれね、最初分かんなかったんだけど、これ、中身見てんだと思って、最近っつうか、まあ2、3年前だけど、まあ最近か、気づいたんだよね。これ中身見てんじゃねえか、もしかして。もしかとして。これ名前、中身のさ、ね、ラインナップ分かんないやつ、名前とか分かんないから見てるんじゃないかな、ということは、今の前回と同じやつばっかり出んな。いや、だから今のさ、こう、切れ目入ってたじゃん。中身見たんじゃないこれ、誰か。それがたまたま、でも、たまたま切れるか。中身見たんじゃねえか、誰か。おリアルだね。うわ、めっちゃイラストいいじゃん。初。ケタグリ、50。リアル、やったぜ。初カード入りました。でも、あれ ?V スターもうそろ出るはずなんだけど。ちょ、待って。ジャスさん覗いてさ、V スターと、あ、これ V スターだっつってさ、それ、買ってんのかな。ずるくない？マジ。逮捕しろよ、マジ、そいつ。ふざけんなよ、マジ。ずるいだろ。俺、たくさん買ってさ、こんな出なくてもさ、しょうがないと思ってたけどさ、そのずるされてさ、残りのやつでさ、出なかったらかわいそうじゃない？俺。ナイトル。かわいいね。イラストすごいいい感じ。ナイトル。やっぱ、ポコケか、イラスト見るのも楽しみだよな。すげえかわいい。初カードもたくさん来てるし、いや、いい感じだよ。初カードもたくさん来てる。ただちょっと、見られてるのすげえ嫌だな。まあ、たまたま空いてたかもしんないけどね。でもガチで食玩コーナーとか行ったらさ、あるから空いてるやつ。ミカルゲ。これも初だね。ミカルゲ。そして、どうだ？初カード来まくってるぞ。頼むぞ！スターバースは今日でフィニッシュ決めたいね。まあ、でも、コンプしたいな。V スターとかさ、V 出ても終わりじゃなくてコンプ狙いたいよな。でもリザードンはさ、出したいね。アルセウス出ないにしても、リザードは決めてえな。前回のゲノセクトとか後半、かなり後半に出たけど、今回は序盤に出していいけど、なんか見られて撮られてたらちょっときついよな。ちょっと監視か、防犯カメラつけてさ、ちゃんと管理してほしいよね。もう逮捕してほしい、ガチで。マジ、だってムカつくじゃんね。俺こんな、俺毎回箱買いするからさ、こうやって、なんかわかんないじゃん。でもさ、残ったら、そうやってさ、見られて残ったやつだったらすげえショックじゃん。あ！チラチーノ。すげえかわいい。このイラスト最高だね、チラチーノ。やべえ、すげえ怖えわ。これは、まさか V 取る、前回のミエも取られてたんかな？前回のミエも、ああ、パッチリスだ、パッチリス、パッチリス。イラスト見て、イラスト。こういう感じのイラストね、パッチリスは。パッチリスかわいいね。で、やべえ、最後。この箱で出す予定だったのにな。マジでか。まあ、次の箱。でも全然 OK だけれど。おナッシーだ。前回一番最初に来たよな。ナッシー。やった !2 枚目初かぶりナッシー。で、次の箱。頼むぜ。来てくれよ、ほんと頼む。なんか怖いな。
でもさ、未開封の買いたいね。ちょ、ネットで未開封の探そう。あの、お店のやつはなんかサーチされてるかも。やっぱさ、未開封のやつがいいわ。怖いな、なんか。リオル、顔に置き、どうし、でもまあ、たまたまだろうな。考えすぎだよな。たまたまさっき開いてたんだと思う。だからもうこの箱で出るよ。ピッピな。ピッピ。もう前回ゲットしたけど嬉しいね。かわいいピッピ。かぶりピッピ。そしてどうだ ?V。V 出てからの V スターか。発火もできた初。え、待って見て。すげえいいイラスト。なんか日本昔話チックじゃない?ほら。この傾いてる感じが。日本昔話さ、めっちゃ傾いてる時あるよね。人も家も山も何もかも、木も全部傾いてる。ああいう絵すごい好きなんだよね。今回のカモデキいいなぁ。そして頼むぞ。ささっ。おぉ、ヒコザルちゃんね。これなんか CG っぽい感じだよね。CG っぽい感じ。なんか機関車トーマス的な感じのさ、あのアニメーションみたいな。CG アニメーションみたいな感じのタッチ。いいわぁ。いいわ。そして、出るって、あれ、ビッパ。妄想出てもいいんだけどな。あれ、妄想出るはずなんだが。アルセウス、どうした?アルセウス。妄想出るはずなんだけど、はい、アルセウス、ゲットゴーリ、ビッパも、ビッパからの。いや、でも可愛いからね、ビッパで帽子をしたし。やべえ。ちょっと待って、今日も出ないんかな。いや、絶対出るはずなんの、なんか。アルセウス、絶対出るよ、今日。あれ?なんか壁に多くない?まさかやっぱサーチされたか、これ。サーチされた後か。でもそれだと全部空いてるはずだから。あ、でもそれ買ったのかな?そうか、サーチして全部買ってんのかな?含めて。で、たまたまは取り忘れてたやつかな。クマシュン。かわいいなぁ。イラストがさ、クマシュン。ひんやり。最高だね。ブルーに合ってるわ。クマシュン。すげえかわいい。ひんやり。よしよし。で、アルセウス来るぞ、みんな!ついに!まずはリザードンか。リザードン出てからアルセウスかな。いや、どんどん迫力が出るって。おう、カモネギね。カモネギ。今回カモネギのカードもすごい気に入ったわ。カモネギめっちゃいいな。そして、はい、来ますよ、来ますよ。出るって言ってる。あれ?クマシュン。クマシュン!ちょっと待って!なんで?もうそれ、結構かぶり率が。すげえね。もうそろ来るはずなのだが、なしー!あれ?ちょ、おかしくない?ちょっと待って、おつけ。絶対来るから。今日絶対取り乱せよ。絶対来るから。まだふざけんなよ、マジで。また前回のミューみたいになりたくないよ!おー。初。いいな、なんか。ファンタジーって感じしない?このイラスト、ファンタジーって感じ。ファイナルファンタジーの世界って感じしない?このファイナルファンタジー。ゴーレムポケモン。しかしだ。しかしだ。どうする?どうする?やばいぞ。今日来なかったマジで前回のミュウみたいになるぞ。いや、そんなことはない。今日で決めるんだ。V スター、アルセウス、リザード V、パポーあれ?ちょっと待って。やばい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 。マジでか。ふざけんなよ。ちょっと待って、マジ怖い。頼むぞ。決めさせてくれ。決めさせてくれ。前回のミュウみたいになりたくない。いや、ミュウマジでな。しかもさ、パックのも買えないしさ、どこのお店行っても売ってない。売ってたとしてもあんま売り切れって書いてあったけど、お一人様、2パックまでとか、3パックまでとか。え、マジかと、ワンボックスがいい。ワンボックス買えねえのかい。3パックって、まあ、3パック運が良ければ出るかもしれないけど、ミュー出るのかと。あと、カミツレもね。狙いたかったし、カミツレ。てか、やばくねえか。全然、ちょっと待って。全然来ねえぞ。どうして、アルセウス。もうそろ来るんか?ちょっと待って、切れてなくね。アルセウス。頼むぞ!アルセウス。これで来い!アルセ、ああ。やばい。結構、かぶり率が、半端なくない?ワンボックス内で。ちょっと待ってくれって。なんかサーチされてそう、これ。いや、お店で買うのやめようかな。ネットで買いたい、未開封の。未開、なんか怖いな。ま、たまたまかもしんないけどね。つか、めちゃくちゃ、ガバイティじゃないか、ガバイティ。すげえな、ガブリアスもあんだじゃあな。ガブリアス、すげえ楽しみだな。めちゃくちゃいい感じにいらっそう。これ後で絵描こう。ドラゴンクロー。そして、うわ、やべえ。すまん。ワンパッケ。ダブルで出すはずだったんだけど、ここ。ダブルで。まさか前回のミュウみたいな展開になるのかな、これ。ちょっと待ってくれ、やだよ。
いや、前回のミューもなんかサーチされてたっぽくねえかな。いや、たまたま俺が運が悪かっただけなんだと思うけど、考えすぎだよな。そう、考えすぎ、もう考えすぎ、俺が運が悪い。でもこれで出すぞ。これ出ればチャラだからな。まずは、ささ、いくぞ。絶対出す。アルセウスコイ、バビーポー、初電動レー。初だけど外した。クソ、マジか。こうなんかちょ、あの次未開封ボックス探す。ちょっと怖いわ、これ。まあ、たまたまかもしんないけど、空いてたの。なんか考えちゃうよね、サーチね。今、サーチできるらしいから、いろんな方法で。まあ、単純に開けてみてさ。だってたまたま開くなんてありえるよ、あんなもん。これグッてやんないと開かないからね、ここ。たまたまなんて開かないよ、引っかかって。こうやって押さえてガッてやんないと開かないからさ、こうやって。しかもこうやってカード見えるもんな、確かにな。いや、サーチされたっぽいな。ちょ、わかんないけど、めっちゃ怖えわ。できれば未開封のやつ探して。でもね、その贅沢言ってらんないんだよね。ポケカシリーズって売ってないからさ、なかなか。ワンボックス見つかっただけでも、ね、この丸まんまラッキーなんだよね。あ、もう片っぽはさ、あの中途半端だったけど。いやー、なんとか、今回は決めたいな、アルセウス。でもね、他の可愛いカードたくさんゲットできたし、今回ね、カモネギ。今回ゲットしたカード、これナンバーワンだね、カモネギちゃん。すげー可愛かったわ、カモネギちゃん。ありがとう、来てくれて、カモネギちゃん。それではまた次回ね。ごめん、あの、次こそは出すから。絶対、あの、リザードンとアルセウスでお会いしましょう。いやー、カモネギ、これはこのイラスト最高だわ。ゲットできてよかったわ。マジ昔話みたいですげえいい。めっちゃ気に入ったこのイラスト。ポスターにしたいね、ポスターに。